YouTube やってるから見てね。 YouTuber だよ。今から撮影する塗り替え道場。ヒカキンとコラボしたよ。それは嘘。いい、待ってる。待ってます。今のやつ全部入った。使い嘘つきな大人使い。汚いとこ、汚いとこ、こいつ汚いとこ。ヒカキン使いました。はい、です。お疲れです。じゃあ今日は真面目なハケの話をするんですけど、はい、なんとギャラリーが、うん、はい、はい、ハケの選別、うんうん、いろんな世の中にいろんなハケがあると思うんですよ、うんうん、でも結局何使ったらいいの、何がいいの、うん、ちょっとそれを実験でいろいろ買ってきました。買ってきた、はい、うん、でこれを、うん、まあ、ちょっと試し塗りしたいなと思って。朝日ハケっていうところだから、これ全部朝日のマークなのか。そうですね、ブランドみたいな。でちなみにちょっと一個一個説明していくと、はい、ハケ、うん、梅、うん、桜、うん、でキング、キング、だからこれはな、何化けっていうの、これニス化けっていう、ニス化けっていうかな、普通のニス化け、ハケ、中毛、中毛です、中毛、ニス化け、40mm、この幅が40、ね、ここが40なんか、はい、そうです。ちょっと紹介、朝日秋さん社長見てる、これ一番安いハケですよ、竹、うん、170円、これこれすごいなと思った、僕逆に。全然この毛の量がめちゃくちゃあるんで、うん、安いやつやとあの毛の量がすっごい少ないです、うん、あ、これね、朝日ハケブランドの、そうです、朝日ハケで作ってます。おお、うん、長いわ話、まあ、使いやすそうだなと思います。使いやすそうだな。長いお話。視聴者の皆さん、すいません。ちょっと長いよね。離脱率の男。こいつ。こいつ。ちょっと端折ってきましょうか。端折ってて。はい。端折っててっていうか、端折らんでいいで、無駄な話しんで。わかりました。俺の話が無駄かって言われちゃう。じゃあ、結局、まあ7、これ。はい。まあ、安物ハゲっす。ちょっとこっちゃうやんけ。でその次が梅。梅、梅、梅です。梅はね、ちなみに金額で言うと、はい、350円。350円。桜、桜620円。620円。そんだけ違うんだよ。これ4本買って帰ると思うんだよね。3本か4本だな。74ぐらいですね、うん、4本いけるわ。キング、はい、これやばいよ、これやばいよ、ガー上がるよ。1180円。税別だよ。全部感触とか違うの？全然違いますね。職人目線で言ったらどこが違うの？いや、腰があるんですよね、やっぱ。やっぱ女もハケも腰がいいって言うじゃないですか。わー、マジ、まあ、確かにそこは女の方はあったと思うですよね。やっぱ腰が大事なんで、あの跳ね返りちょっとあー、俺今スケベな顔した。硬さ、硬さっていうよりは反発力、反発力、まあ、DIY とかでも大事なんでしょう。そうですね、塗ってて、うん、手がペターンって寝たままだと、うん、この触れてる面積が毛先じゃなくて横がくっついちゃうんですよ、うんうんうん、で、最後返す時もその横がくっついたままビッて引っ張っちゃうんで、うん、寝たままですよね、こうやって、うん、ビヨーって引っ張っちゃうんで、うん、粗いんですよ。あー、目が出るっていうか、ハケ目が出るんだ。出やすいです。で、反発力あるとこれピッピッて返ってくるんで、反発力があった方がいいです。あー、そういうことね。毛先が、毛も毛先によって細くなってくるんで、人間の毛みたいに、うん、で、毛先…ちょっと何、何あれ、それちょっとちなみに、あの部位によってあの値段が違うんですよ。で、人間の頭も、人間の髪の毛もです、中国人の髪の毛で、あの漆塗る毛とか、ああ言うね。で、あの髪の毛売るっていうもんね。そうです。で、動物の毛も部位によって高さが違うんですけど、やっぱ希少な部分だったら高いんで、うん、多分社長で毛ハケ作ったらめちゃくちゃ高いと思うんですよ。あ、細いから。いや、あの部位が少ない。早いもんよ。そうそう。あのそれ分希少じゃないですか。買うやついねえだろ。めちゃくちゃ高いと思うんですよ。高くねえ。ブランドですよ。社長襟足だけ伸ばして。ちょっと伸ばして。じゃあ、あの YouTube で3ヶ月後にあの、はい、俺の髪の毛ハケにして売ってみたいな。でもやばい値段つきますよ。嘘、マンゴー以上。しかしあの先行予約したらちょっと本当に伸ばしてみます、ね、3ヶ月伸ばしっぱなしで。このやっぱその毛の種類、うん、この見た感じでも白かったり黄色かったり、うんうん、でだんだん高くなってくるとその偏りがないんですよね。毛も毛が揃ってたりとか、うん、あの開いてなかったりとか、あごわつきがないんですよね、やっぱ。なるほどね。ちなみに視聴者さんこれ何の毛使ってるかって知ってる？まあね、職人さんだったら知っとんかな、大体。もう大体知ってますね。でもいろんな豚もあるでしょ、いろいろあるでしょ。豚もあります。ちなみにこれは何なんですか？これはヤギです。ヤギ、ヤギです。ヤギの毛を使って、はい、でヤギのなんか部位も違うんだ。部位も高くなってくると違うんですよ、うん、顎のヒゲだったりとか、うんうん、尻尾の毛なり、うんうん、あと腕の辺、うん、で腕に毛あるのか、生えてます。で、値段が違うんですよね、うん、まあこれうんちくなんですけど、うん、顎の毛が高いんですよ、顎と尻尾が。なんでかっていうと、顎って噛むじゃないですか、うん、
ってことはその分筋肉つくじゃないですか、うん、で血流がいいじゃないですか、うん、いい毛が生えるんですよ。ああなるほどね。ちなみにこれはあの100円のハケなんだね、はい、これそうです。骨化け骨化けって言って、はい、鉄骨とかを塗るときに、そうです、鉄骨の専門のボルトのとこ塗るんだよね。そうですそうです。シャーレンチってバーってね、1締め2締めって、俺まあ飛び職だったら分かるんですけど、はい、でボルトが本締めって機械でガチャンって締めてちぎるんだよね。でこのトルクが効いたっていうのが分かるんだけど、でそれをサビ止め塗らなかったもん、はい、そうです。でこれをで塗るんだ。はい、まあ、これは何特徴としては要はもう特徴使い捨て、いやっていうよりは毛がチリチリじゃないですか、うん、で毛量がすごい多いんですよこれ。あ全然違いますよね、うん、すごい毛が多いですよ。なんで、うん、含みって言って取るの含み、吸い込む力もあったりとか、あと吐き出しって言って押した時に出る量も多い、多いんだ。多いです。まあ実際に今日は塗っていくんだよね。そうですね、ちょっと2タイプで、うん、はい、じゃあ上行ってみましょうか。はい、行ってみましょう。はいどうも。はいどうも。はいどうも、お疲れ様です。ね、準備したね。日差しが強いです。もう焼けちゃう、もう焼けちゃうわこれもう。ちょっとコメントやられたじゃん、はい、中国人キャラマシキモって言われてたじゃん。俺は岡野キャラが一番好きだからね。トイトイ、まあ、実際にじゃあ塗ってみるの。はい、塗ってみます。どういうとこが変わってくるんだ。ちょっとトイは熟練の職人さんじゃないと塗れないんで、うん、ああそういうこと。そうそう、あのじゃあ手なしく無理や。そうそう、ワッパーじゃ無理なんで。じゃあ無理や。ちょっとベテラン連れてきますね、ちょっと。ちょっとベテラン連れてきます。あ、分かった分かった。あ、そういうくだりがあるんだ。それ言わないでくださいよ、くだりがあるんだ。恥ずかしいじゃないですか。もう一回いいですか。皆さんこんにちは、ハケ塗りゴンゾーです。ハケを持って早65年、私は塗装と向き合ってきました。今日はカメラが来てるということで私が塗りたいと思います。これテレビこれテレビ放送事故やで、もうビスこれは何が違うんですか。ハゲ塗りゴンゾーさん、ハゲゴンゾーじゃん、ゴンゾーじゃないの、ゴンゾーじゃん、ゴンゾーじゃん、ハケ塗りゴンゾー。弱い65年、私はハケを塗り始めて65年になります。ハケ塗りゴンゾーじゃん、ゴンゾー、ゴ、ゴ、は、私の名前。今から一番安いハケ竹からいくじゃん、竹からいくじゃん。違う、やっぱ全然違うな、これちょっとキャラ、キャラ薄めるのやめてくれ。ちょっと持った感じがのすごい弱いの、ここが木がすごい弱いの、この筋肉がないというのかこれ。多分あそこも違うの、多分こう高いやつだとすごいんじゃんこれ筋肉が。あそうなの、ここの木の厚さが違うじゃろこれ。えすごい柔らかいんじゃこれ、ばあさんのちぶさと一緒じゃこりゃ。ばあさんのちぶさと一緒じゃん。じゃあ竹から、あーこれが竹、一番安いやつね、170円か80円だったかな。まあ次のやつじゃあちょっとこれいいかい、これ視聴者の若園兄ちゃんこれいいかい、これもう毛が抜けよった、もう毛が抜けよったよ。あ、そういうことか、本蔵と一緒じゃこれじゃ、あそういうことか、これだから安いのはいかんのじゃ。あれ取らなかんだ、取らなかんだ、こらこうやってつついてのこれ、そしたらもう一回こうやってこうやってこうやって、ばあさんを愛するようにこうやってやってくんじゃ。カメラも全然笑わんし、はい、これつまらんのだって、俺は一応カメラが回ってるんで回ってるだけなんでね。で次が竹、はい、梅350円だって倍になるね。40ミリの中毛ニスバケを使ってるんですけど、あ腰が強いの、違う全然違う、本蔵さん違います、これは全然違うの、また毛が抜けおった、ほんとだ、まあ、最初新品だからちょっと抜けるけど、あ新品で抜けるっていうのがあるか、でも全然腰が最初なんかあの芯内で溶かしたでしょ、みんな溶かす、そうですね、はい、そうじゃん。そうじゃん、一応目上のとにかく腰が違う、あ違う、はい、それが腕の腰なのか、刷毛先の腰なのか、刷毛先の腰じゃの、やっぱ早くなる、そうだよ、そうじゃの、なんかサササって濡れた感じがするね、そうじゃの、反発力の返しがすごい強いんだよこれ、はぁー、素人でもこの DIY でやるにもちょっと一回り高いやつだと違う、全然違う、これ作業効率も上がるわけだ、上がります、350円でこのクオリティだったら全然買いじゃん、これは買いじゃん。キャ
おかしいじゃん。まだ勉強中じゃん。次なんですか。次が桜じゃ。桜今620円。あ、全然違う。全然違わない。わ、これすごい。あ、やっぱ違う。全然いいっす。塗りやすい。塗りやすいですね。最初に材料が出すぎないですね。含みがいいみたいな。含みがいいし、剥き出しが結構綺麗に出ますね。でこの仕上がった線も結構細かめに出てると思うんですよ。あ、本当だ。あ、ちゃうね。違いますね。うん、ちょっと違いますね。竹がやっぱ出とるね、線が。ここら辺が。ここら辺出とるね。出てますね。これが梅じゃん。梅、梅。ちょっと負けがついちゃってるんですけど。で、こっち寄ってくと桜ちゃん。ここは桜ちゃん。桜ちゃんじゃで、今松竹梅が行って、まあ最後これすごいよ、1150円。キングね。キングじゃ。さらに上、もちろん同じ40ミリの中毛でね。はい。で、この持ち具合も違うんでしょ。もう全然違うの。全然違う。このやっぱ太いから、なんかもう割れないんじゃの、これ。あ、そういうことか。すぐ割れて、なんかヘタヘタになると、もう反発力それでも変わるんじゃ。この時点でもうすごい滑らかじゃん。あ、もう違う。しごきでもうすごい滑らかじゃの、これ。それが作業効率上がるんや、やっぱり。上がりますね、全然。なんで近藤さんに聞いてんだけど、私に聞いてないんだけど。あ、なんかそんな変わりがないような気がする、見たって。音がでもね、いや、これ音がなんか安っぽい音がするような気がする。さっさ引きずってる感じの。そうそう、さっささっさいってるね。ほうきみたいな音してるね。まあ、材料の量もあると思うんですけど、うん、反発は強いんですけど、確かに、うん、僕はやっぱさくらのが好きじゃの。あ、何が違うの。反発が強すぎるのと、毛が硬い男の子じゃ、こりゃ。元気な男の子じゃ。あ、そういうのがあるんだ。用途があるのかな。こういうところ塗るときにこれがいいとか。ちょっと真面目な話なんですけど、ハケ、うん、今もう時代がローラーじゃないですか、塗るのが、うんうん、結構ハケで塗るのが好きで、うんうん、こだわりが強かったんですけど、反発が強すぎちゃうと、うん、と毛が硬すぎちゃうと、引きずっちゃって線が入っちゃうんですよ、すごい。あ、塗り感なんですけど、うん、これは今そんなに出てないと思うんですけど、うん、もうちょっと材料が薄くなった時とか、うん、濃くなった時でまたちょっと変わってくるかもしれないです。あ、材料の濃さで、濃さでも違います。竹の使いが、はい、手が違いますね。違うんだ。ちなみにうちは何、これ2液。2液です。の今夢ロック、夢ロック、はい、でシンナーが 5% の感じだと、感じだと桜が一番いいです、間違いなく。あ、そう。もう一回ちょっと、はい、じゃあ桜とキングでやってみてくれ。はい。で、400円か500円ぐらい違うでしょ。はい。あー、もう気持ちいい。音が全然違うよね。滑らかなゴンゾウさん。滑らかのゴンゾウさん、どうですか、ここ。これはすんごいの、柔らかいの、これ。ちょっとエッチな気分になってきたの、これ。ここ仕事できんよ、これ。ばあさん見つかったら怒られてしまうよ、これ。最高じゃん、これ。これやっぱさくら、もう一回ね、キングもいい。キングはちょっとこの先がめちゃ綺麗じゃの、俺も。ああ、そういうことね。この並びがすごい。ああ、本当だ。一回使ったのに対して真四角に立ってる。全然違う感じじゃね。全然違うね、本当に。でもわしはこういうボテッとしたのが好きじゃん。この梅とか桜はこうやってボテッと。ああ、本当だね。これは直角じゃん。だいぶ硬いんだな、それ。硬いの。違うもの塗るときに使うのこれ。いや、用途はそんなもう変わんない。ちょっと、ちょっと喉が、ちょっと喉が、キャラ、ブレブレやん。塗りやすいは塗りやすいです。ああ、そう。ああ、でもこっちの方がいいかな。どっちがいい。うわ、好みっすね。ああ、好みじゃこりゃ。ちょっとプロ向けにちょっとアドバイスしちゃってよ。はい。買うの悩んでる人に向けてね。はい。ちょっといいですか。あ、これは分かったぞ、謎が解けたぞ。キングは硬い。めっちゃ硬い。腰がちょっと強すぎるから鉄骨にはまだいいかもしれない。こっちはもう最高。桜は最高。声拾わんから。じいちゃんは桜が好き。ゴンゾーさん声が弱ってきてるのか。ちょっとね、喉にダメージがある、すごい。いや、桜はもう最高っす。桜は最高。桜最高。コスパもいいし。600いくらだけど、はい、まあ、竹じゃちょっと170円でもいいけど。いいっすけど、まあそのなんかちょっと細々したもの、はい、使い捨てだったらいいと思います。うん、はい、やっぱ全然違う。全然違う、ね。作業効率も下手したらこっちの方がいいんかな。全然いいです。含みもちょうどいいぐらい。梅と桜ではどういう感じ。梅の方がちょっと粗いです。毛の線が粗いです。
桜の方がまあ柔らかいね、柔らかくてなおかつ反発力があるんで、うん、だ毛がもしかしたらこちらが細いかもしれないですね。あ、そういうことか。細くて腰があるかもしれない。でもそうかもしれない、ね、はい、でキングだとちょっと強すぎちゃう。まあちょっとハケが強すぎる。そうですね、あの二人がハケ仕上げしたい時とかにはちょっと強すぎるかもしれない、うん、なるほど。はい、まあ一般の人も分かったんかな、まああんまり興味ないかもしれないけどこの話根臓は嫌いかこの100均で買ってきたハケ塗りもちょっと試してみようかなんだけど、あの DIY とかも結構今流行っとるじゃん。そうですね、うん、だって100均でまあもちろん買うのもいいけど、せっかくね自分で家でやるんだったらちょっとねこういうハケ屋さんとか今街にあると思うんだ、いくらでもね、はい、でちょっと300円400円500円出せば、はい、結局100円のハケで2本3本使い捨てでバッパバッパ捨てていくよりは300円400円はね、でシンナーで洗うだけで使えるしね。そうですね、うん、そうやって使ってあのやっぱ仕上がりも変わってくるし、あの作業効率も絶対上がると思うんだよね。上がります、うん、だから毛量が全然違うんだ本当に。まあそういうことだよね、はい、ハケの含みここに入れる回数も減ってくるんですよ、ね、入れます入れます。吸い込みがいいと結局ここにちょっと塗ったらもうつけなかちょっと塗ったらつけなかっていうのをいっぱいできるだけ含んで塗ることで作業効率が上がるとか、塗っとっても、まあ、スカスカみたいになるんだよね。そういうのがいろいろあるらしいんで参考にしてもらえればなと思います。はいはい、そんな感じです。はい、また見てね。また見てね。あ、チャンネル登録といいねも忘れずにね。お願いします。桜いいですよ。絶対してよ。